皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日は豊橋で開催される、こちらの本の出版記念セミナーのお誘いをこちらの動画を通して皆さんにお伝えしたいと思いますので、少々お付き合いいただければと思います。これまだ本当の本が上がってきてないです。今こちらの動画を撮ってる1ヶ月後ぐらいに本当の本が手に届くような状態になりますので、現状この印刷した紙のベースなんですけど、実はこんな感じでネイルはお揃いでやっております。今回の本、もっと稼げる自宅教室の集客制約バイブルということで、こちらの方ですね、発売になります。でそれに合わせましてセミナーと懇親会ということで、今回ですね豊橋の、5月の、15日開催ということで決定いたしました。で前半の方のセミナー会場から、そうですね、5分ぐらいのところですかね、でセミナーをさせていただいて、その後ちょっとだけ皆さんで移動させていただいて懇親会という形で考えております。でセミナーの方はこちらの方の本の中のですね、皆さんが知ってたらいいなと思うところ、特にダイジェストで、語っていく予定でございます。で今回そもそもですね、豊橋でなぜ開催されることになったかというと、1年前くらいの夏にですね、市橋さんに、承知していただきまして、昼と夜2回転、セミナーをさせていただきました。男性も女性も、昼の方が女性多かったんですけれどもね、はい、非常にこう皆さんがためになって喜んでくださって、夜の懇親会とかも私も出席して、とてもいろんな方と仲良くすることができたんですね。でそんな経験があったもんですから、その時に豊橋の人と異常にこう仲良くなりましてですね通常は大都市系で行くと名古屋開催なんですよ、本来。それを豊橋で開催することにしたのは、私が豊橋の皆さんのことが好きだからです。はい、ということで今回ですね、こちらの方の本のその中身、作者が語るわけなので、非常にこう生々しい参考になり、これを実践すると皆さんがすぐに業績が上がるというような内容を語っていく予定ですので、ぜひですね、こちらの方まずセミナー参加してほしい。そして、セットでですね、懇親会もやはり参加してほしいんですね。私ともちろん直接こう寄ってきてですね、喋ってもらうのはもちろんなんですけれども、その中でですね、いろいろな人たちとお話、交流をすることによって新しい気づきとかもあるかもしれません。あとどの会場もそうなんですけれども、衣装ですね衣装を変えて私喋ります、パーティー会場の方でもそうですし、セミナー会場の方でも、はい、衣装替えをしながらお話をしていきたいと思います。なのでいろいろとこう皆さんにとって刺激的な一日になるのではないかというふうに思ってますので、前半のセミナーと後半の懇親会、これですね、やはりセットでご参加いただきたいなというふうに思っております。今まで例えば私のセミナーとかご参加くださった方も、セミナーいっぱいいっぱいで私喋ってますので、あとは例えばもう時間になったら次っていう回転が入ってしまうので、そんなにこう質問とかいろいろされることっていうのは時間がなかったと思うんです。懇親会とかはねありましたけれども、だけれども今回二次会がたっぷり懇親会なので、何でも聞きに来ていただいて、構いません。これを機会に単なる高橋貴子のお着替えファッションを見るとか、そういうことでも全然構いませんので、皆さんのご参加を心よりお待ちしておりますので、5月でまた豊橋でお会いできることを楽しみにしています。それでは。